ケイ疲れ様です。お疲れ様です。今日のテーマはいじゃじゃん肉肉。ケイタ肉好きやんね。肉すごい好きです。すごい好きやんね。はい。まどういう食べ方が好き肉は。肉はやっぱ焼肉あですね。焼肉ね。はい。いろんな種類あるけど何が好きの。タンタンハラミハラミですね。あもうもうその二つがもうベースにあって他のもちょっと行く感じ。あ行きます行きます。ああ。 内臓系とかもはいでもそのタンと粗ラミが主流で、ね、そこも必ず行くんやねはい順番とかはなんか短小から行けってもう父親からおそばそうかもしれんね <laughs> 代々あれ引き継がれてるかもしれんね <laughs> 網が汚れるって、ね、ああなるほどいきなりごっついの行ったらご <laughs> っついの行ったらね <laughs> 確かにねじゃあ焼肉以外で好きな食べ方えっなんすかね 思いつかないですね。<laughs> そう,思う、も、まあ、しゃぶしゃぶとかさ。ああ。あんまり。き焼きとか。あの、ブラジル料理を、お<う>まあ、あれも焼いてるから、焼き肉ってやうんですか、ね。シュラスコ。シュラスコ。あワイルドなも好きなんやね。あれ、なんかおしゃれじゃないですか。なんか、目の前で切ってくれて。サッカー選手。結構みんな好きなイメージあります、ね。あ、そうなんやね。うん、あれって、どうやって食べるん。こう、切ってもらったやつは。切ってもらって、お皿だけ持ってて。 うん待って待っててそこまで聞いてないんだけどいやいい教えてめっちゃわかりやすい状況がこう持ってて構えてれば構えてれば乗せてくれるんで乗せてくれるんやで乗せてくれたやつを乗せてくれたやつを机に置いて机に置いて置いてナイフとフォークでいただあもう味ついてるんやあ味ついてますねもうそのままいけるんやねあんあうまそうやないいですよねあアンケートとかシーズン始めあるじゃないですか になんかご褒美やみたいなううんん欄にブランド牛を食べるってそういえば書いたんですよコロナの影響もあってほとんど外食してないんでなんかそこ全然叶えられてないなっていう悲しさありますねそうなんやほんとに好きなんで岡山で言ったらねチア牛があるけどいけてないあんまりまだいけてないですね今年はあそうなんや残念です いやぜひねうまい肉も食ってほしいねそうっすねうんケータあんまり脂が多いのとかも大丈夫なタイプ全然気にしないっすねああそう赤身は結構逆苦手ああそうなんやちょっとまだその美味しさを気付けないっすねまあぼちぼちやと思うけどなぼちぼちそっち派になっていくと思うよですよね多分んかさっぱりしたうんんかそっちにいけないっすよねままだだ動いいてるしね、ねぶ他の 今ちょっと牛肉系やったけど鶏肉豚肉あたりも普通に食べるしそうですね何ありますき焼とかあんまりしない感じやねうんそんな家族も多いし家でやったらあっという間なくなりそうやね結構質より量なんでああそうう試合に合わせてどういう感じで肉って摂取していくの方が そう<あ>なん気にせず食べれますけどでも普段でもやっぱタンパク質って取んないといけないんで納豆とかももちろん食べないといけないけど結構肉が本当に好きなんででもあんまり試合に近づくと鶏肉とかに変わっていくから、ね、<ー>自然とそれでまあコンディション整えて試合臨んでっていうか試合後にちょっとがっつり食う感じそう,そうですねそういう流れですね思い出なんかある肉の <laughs> 肉のおもろい話とかある？カラ <laughs> っぽだったんだやっぱ。秋 <laughs> でも。なかなかないよね。俺も思い出せんもん。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。今日のキーワードはウです。チャンネル登録お願いします。